昨日ハロウィンやったじゃないですか。いやハロウィンのさ動画見たの、なんかいろんな人のいろんな YouTuber の人のハロウィンの動画、どんなこと撮っとやろな、まあお家でとか言ってみたらさ、いやちょっと待ってくださいと、いやもっぱんしとる人がおったんよ。なんでだ、セブンイレブンめちゃくちゃハロウィンの食べスイーツ出しとるやないですか。ハッシュタグ今年ちょっと終わるのも早くない、私でーす。今日はちょっと違うところにいるんですけど、何をやるかと言いますと、コチュジャン、コチュジャンなんだっけ、サムギョプサル、サムギョプサルを食べていきたいと思います。まあそうとは言うもののな、レタスだっけ、レタスかレタスかキャベツかちょっと迷っちゃって買うとき、まあどっちか分かんなかったんだけど、まあレタスでいいか、レタスでいいか、まあ妥協範囲ということで、まあ、レタスを買ってきたんですけどね、まあ淡路ということで、あちょっとあ故郷感じたみたいな、故郷感じましたって感じで今やらせていただいてる足立です。はい、足立です。茎がついててさ、もうなこのためだけに包丁を使うめんどくさいからさ、ちぎるわ食べるとき、でもちぎるわということで、準備というかもういろいろと準備していきます。いやレタス洗ったんやけどさ、これ絶対レタスじゃなかったな、これもうちょっとなんかウーバーとか、なんかそういうなんか緑系のやつだったわ。コクうま、このキムチがほんまに一番おいしい、ほんまにおすすめ、このキムチ、このほんまにおいしい、くっさこんなにおいしい、ほんまにおいしいから、臭い食べ物っておいしいしね。お肉は豚ロース4割引き、豚ロースなんかほんま分からんもん、なんかさほんま全然予習せずにさ行ったからさ、なんか本当にこれで合ってるのかみたいなよく分かんなかったんだけどさ、許して許してって感じよな。やべお箸ね、お箸がな、お箸洗わんと、うわもうだるいな、もうだるいんだけど、一人暮らし足立にとっては本当にもうね、お箸なんて1個しかないよね。ごめんなさいそこはね、これでちょっと焼かしていただこうかしら。なんだっけこれ、生姜焼き用肉だからね、太いね、うわいや、うめえべよ。いや、もう。なあ、うさい。やだ。なあ、うさい。絶対美味しい。どうしても。どうするさ。よし、お肉足りんかったかもしれん。絶対これ少ないもん、肉。椅子がないからさ。なんだっけ、これ。エフェクターボードの上に座ってます。座ってます。座ってなっちゃったり、なっちゃったりして。うわ、もう。音の暴力。うわ美味しそう。コチュジャンも買ってきた。待ってこれキムチとか焼くよな確か。サムギョプサルって。うわ美味しいねこりゃ。これは美味しい。さすがに美味しい。ネタバレしちゃうけど。ネタバレしちゃうけどこれは美味しいですよ。あー早く食べたい。早く食べたい。コチュジャンってさまだな何かよく分かってないんだけどさ。何なんだろうねこれ。あ今日ってほとんど手だからさ、手がどんだけ綺麗かの戦いになるんだこれ。ちょっと思ってた色と違うけど、まあしょうがないや。一人暮らしだし。もう無理待って。どうしよう、ごめんやけどお菓子使わせていただきます。あ、これ本当にこれ生姜焼きの色してる。絶対こんなはずじゃなかった。ちょっと本当に生姜焼きの色してるわ。生姜焼きの色してるね。あんたたち、あんたたち、マシマシ、これマシ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 、美味しそう。早く食べたい。あ、できた。あち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 どうしよう、ほんとせ、熱い、絶対おいしいじゃんこんなの。もうどうする、どうするさ、どうするさ。よいしょ、ご飯先にいただこうかしら。あちち、あちち桃山、おいしい、おぉ、熱い、あちち。あ、そうそう、できたっぽさそう。一人でこれをな上に乗せるんよ。まあ大きいけど許してそれは。あち。あ待って、サムギョプサル、違う違う、サムギョプサルじゃない。コチュジャン、コチュジャン。ちょっとどうしよう、開けれない。ちょっと多くね。コチュジャン。あち。熱い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 。ちょ猫舌って知ってる？知ってる？あち猫舌って知ってるかな？私君って猫舌って知ってるかな？もうぐちゃぐちゃに美味しいんです。どうしよう、永遠に食べれる、永遠に食べれちゃう、美味しい、永遠に食べれちゃう。いや美味しい、ほんまに美味しい。どうしよう、ちょっとね、動画一美味しい、幸せだわ。11月の初めということでな、あっつ、11月の初めという、あっつ、ちょっと待って、どうしよう、あっつ、11月の初めということでな、まあ、決起づけにサムギョプサルでも食べてみようかなと思ってな。
今日は作っております。とても美味しいです。美味しさ爆発アンパンマン。鼻水出ちゃう。なんかさ、いつもさ、いつもと違う格好っていうか、いつもと違う格好っていうか、いつもと違う姿勢言ったらすごい鼻水出ちゃう系男子なんだけどさ、わかるかなこの気持ち。わかんないよな。そうだよな、美味しいんだよなこれが。いきます。美味しい。待って、これマジで飯テロじゃない？本当に飯テロしてるよこれ。美味しい。どうしよう、マジ美味しい。毎日こう食べたいもんだって。ちょっと今日は手が汚いけど許しちゃうもん、美味しすぎて。どんどんいこう、どんどんいこう、どんどんいこう、どんどん食べよう、どんどん食べよう、どんどんいこう。最近な、習ったんよ、モッパンは美味しそうに食べるのが大事って聞いた。だから自分はね、美味しそうに食べようと思ったの。最近自分はいつもいつも疲れた、お腹いっぱいや、お腹いっぱいや言うて食べとるからな。モッパンは大食いじゃないの、飯テロなの。だからそれはね、そういうことを踏まえてちゃんと考えて食べようと思って、だからね、今日は考えて食べちゃいますよ。うん、おいしい。やばい、これサムギョプサル定期になっちゃう。定期サムギョプサル食べてみた。うん、めちゃめちゃ床にこぼしてる。ただそれがいい。水飲もう。超いいじゃんこのルーム。ほんと最高。このご飯も最高だし、ギョプサルさんも最高で、まあ、ギョプサル、ギョプサル、ギョプサルみたいな。美味しい、美味しいね、美味しいねこれ、美味しいね。うん、美味しいね。うめえ、マジで美味しい。うめえ、うめえよ、うめえよ、じっちゃん、じっちゃんうめえよ。多分コチュジャンがいい味出してる気がするな。もう見えない、レタス食べてるんじゃありませんからね。サンドイッチ、なんか顔白くね自分今日。美味しいね、美味しいね。レタスじゃないのかもしれないけど、全然レタスでいいよ、全然許せるよ。あ、全然許す、そんな落ちちゃっても。美味しいから、美味しいね。お肉の大きさがちょうどウィーウィーウィーウェニュースウェニュース。ごめんなさい、ただ美味しくて、美味しいしか頭になくて、ごめんなさい、本当に美味しくて口にまで神経がいってなくて、すいません、ゲップが勝手に出ちゃうんです。ごめんなさい。なんでキムチは焼くんですか？キムチはどうして焼くんだい？もうキムチはなくなっていきそうだ。キムチは大好きだ。実家に帰ったらいつもキムチが出てくる。どうしてだ？キムチが好きだからだ。おいしい。食べ終わった。食べ終わったのだ。なんか顎の下についてる気がするな。なんで？美味しすぎて迷っちゃうもん。何かが。やっぱ今日美味しいしか言ってない。なんか語彙力なくなっちゃうんだよね、美味しすぎたら。まずい時は、うわ、まずい、なんでこれが美味しいのかってなんか分析しちゃうんだけど、美味しいにはもう美味しい、もう分析も何もできようがないみたいなところがあるからさ、本当に美味しいって感じたのさ。美味しくない、美味しくない、美味しくない、もえ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 、村林そう、なんか後ろ怖いな。熱そう、美味しそう、熱そう、美味しそう、本当に。ね、見てこの美味しそうな赤色、どうしよう、どうしよう、これなんか絶対これこんなんさ、あれだよ、餃子の王将とかに絶対こういう目にありそうだよね。このお肉の色のお肉が出てくる。いや餃子の王将じゃないか、餃子じゃんそれ。熱い、許しちゃ、美味しいか、許しちゃ、全然許しちゃ。うん、怖い怖い、フライパンとかさ、すごい洗う、もう2日かけちゃうもん、フライパン洗うのに。なんかすごい、もうなんかだるすぎて使ってから。もうだから本当にお母さん感謝って感じだよね。マジお母さん、お母さん見てる？マジラブ、感謝、フライパン洗ってくれてありがとう。
なんでキムチ焼くのか知ってる人はコメント欄で教えてください。おいしい、めちゃくちゃおいしいよ。どうするさ、手が汚くても関係ない、だっておいしいのだから。やっぱおならでそう。しっかり音出ました。最高です。見てる、ここまで、ここまで見てる人いる、もしかして。いや、美味しかったね。とっても美味しかった。ちょっとあとお肉2枚残ってるけどさ、まあ、美味しいけどお腹いっぱいになっちゃったからさ、これでいいや。今日は、今日の夕飯はここまで。来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。ということで、高評価チャンネル登録お願いします。めちゃくちゃ美味しかった。もう本当になんかみんなもしてほしい。もう全然だってレタスとキムチとお肉買えばいいだけだから、めちゃくちゃあのコスパがいい豚、うん、だからみんなもしてみて。マジで美味しい、本当に美味しい。マジ嘘泣きで、泣きで嘘泣きで。あ、いや、バイバーイ。高評価チャンネル登録お願いします。